はい、皆さんこんにちは、大塚進です。令和3年2月の今日は12日かな、12日、今日は金曜日の今午後もう3時くらいなので、そろそろ日がね傾いてくるんですけども、今日は大変暖かいね、穏やかな一日で、大変素晴らしい一日でした。ちょっとねかつらをもらレポートということでお送りしたいと思うんですけども、空はね先ほどから何本もねやられましたよ。なんか私のうちのね頭上を狙い撃ちしてるかのくらいのかと思うくらいにですね、何本かですね派手に巻かれましたので、ケムトライルはね、激しく巻かれておりました。残念です。とても天気のいい穏やかな一日だったんですけどね。で昨日11日もね日本全国あちこちで巻かれていたようなのでね、まあこれだけはちょっと引き続きとても深刻な問題だと思っております。ちょっといくつかね自分の庭とかね、自分のその家とかについてね、それから昨日今日のことについてお話ししたいと思うんですけども、ここはね私の山小屋です。大変質素なですね質素なそのお家なんですけども、この下の方にですね、この南側の下の方にちょっと別の人家がございましてね、こちらは今人は住んでないみたいなんですけども、でこの下の方に県道がね走っているんで、そうですね、200メーターくらい下のところに県道が走っておりまして、向かい山、低いねなだらかな山がありましてね、でその200メーターくらい上がってきたところに私の山小屋があるんでね、大変なんですかね、静かでとても快適なお家なんです。で見ての通りですね、パッと見はちょっとその普通の住宅から見るとですね、なんていうんですかね、そのあんまり綺麗というかね派手でもないですし、地味なお家なんですけども、私にとってはね衣食住、水も電気も、暖もですね全部ありますのでね、ここでちゃんと生活できるというね、大変自分としては素晴らしいうちだと思っております。で今ですね、うちの目の前の庭を映してるんですけども、まだまだ広くてですね、何メーター四方か三角形なんですけどね、何メーター三角形かな、50メーター三角形くらいのね、庭がありましてですね、まあしばらく人の手が入らなかったので結構荒れてしまったんですけどもね、これから手を加えてですね、なんていうんですかね、自然をメインにしたいんですけども、多少ね人の手も加えて、その自然がメインなんだけどちょっと人の手も加わってるというね、そういった庭とか畑をねこれから作っていきたいと思っております。今日は気温が大変上がりましてね、もう最高気温で日の当たるところではね18度、もうとても暖かい一日で、穏やかな一日でね、これから春になってですね、ここ一面畑にしたり花を植えたりですね、まあ、できればこれから草が生えてくると思いますので、そのヤギさんのその草をなんていうんですかね、食べてくれる力も動員しながらですね、なんか素晴らしい庭を作りたいなと思っております。ここはね福島県の葛尾村ということで何度か紹介してるんですけども、昨日またねサイクリングしたんですよ。ここのとこ何回かね週に2回くらいサイクリングしてるんですけど、一番近いね最寄りのその大きな町であります福島県郡山までね、42キロの片道で往復80数キロの道のりなんですけども、昨日もね頑張って行ってきましてですね、まあとても天気も良かったので大変気持ちの良いねサイクリングだったんですけども、今日はやはりちょっと寝坊しまして、ゆっくり起きましてですね、それから、今晩の薪を調達したり、山の中を歩いたり、ちょっと庭の整備をしたりということで、から午後からねその自分の専門であります楽器の練習をしたりとかでね、大変穏やかな日にちを過ごしておりますけれども、ここはね自分のうちの庭の西側のね杉の木なんですけども、さっきからですねコツコツと音がしておりましてね、なんていうんですかね、カッコじゃなくてキツツキかな、キツツキさんの音がしてるんですけど、今ちょっと静かになりましたね。でこの辺も私の庭なんです。ずっと、杉林と笹が生えてるんですけども、よいしょよいしょよいしょ。ここはですね、ここのこの杉の木1本と、それからもう1本こっちか、こっちはね大きな杉の木で大変太い木なんですけどね、コツコツ音がしてるかな。これが先日切り倒しました大きなね杉の木なんですけども、どうしてもね西日がどうしても日が遮られてるところですね。それからやっぱり薪も必要ですし、だんだんとね計画しながらですね、むやみに伐採するっていうんじゃなくてね、ちゃんと考えながらですね、ちゃんと活用を考えながら、これ今切ってる最中なんですけども、こんな大きな杉の木を切りました。少しずつね少しずつ整備をしながら木を切り倒させてもらおうと思っております。でこの後にはね、ご覧のようにですね、見えるでしょうかね、小さな杉の木も芽生えておりますので、生えておりますので、これからどんどんねこういう木をね、また後からこちらもそうですね、どんどん伸びてもらえばいいかなと思ってね、この古いと大きな杉の木をね順番にだんだんとね伐採させてもらいながらね、薪にしたり、それからこの自分の土地のね上の方で土地が広がっておりますので、そこにね切り株を置いてコンサートをする時の椅子にしたりとかね、いろいろと活動を考えております。ちょっと上の方も紹介しようかな。これが自分のうちの山小屋ですけどもね、前住んでいた方がね、もうとてもいろいろと頑張ってくださったので、基本的な衣食住は全く問題なく生活できるところです。それから上に上がりましてですね、ここのちょっと開けた、平らな土地があるんですけれども、こちらがねこの入植されて、元住んでいた方が、ね、オーナーの方が入植されてね、最初に小屋を建てた場所だそうです。で今はね最初の小屋は撤去しちゃったんですけど、この場所にですね、自分としましては新しい、小屋を建ててですね、その楽器制作の作業場とかね、練習のする場所を作ったりしたいなと思っております。それから薪がね、とその冬の寒さをしのぐためにはですね、薪がたくさん必要なので、その薪の置き場所をねこの場所にこれから作っていきたいと思っております。でそれからちょっと自分の山の方に登っていきますけれども、大変気持ちのいい森ですけども、林ですけども、こちらキウイのね、なんていうんですかね、棚なんですけども、何本かキウイが入ってるんですけどね、ちょっと手が入んない間にだいぶ伸びてしまったので、数本5、6本のキウイが入ってるんですけどもね、枝の方をねこれから整備してですね、ちゃんと実ができるようにしていきたいと思っております。この緑のコンポスト、これはね普段の、野菜の切れっ端とか食べ物の余ったものとかをね順番に、入れております。ちょっと上の方に登ってみましょうか。とっても今日は気持ちいいですね。穏やかで風もなくてですね、昨日は風が強くてですね、西風が強かったんですけど、今日は穏やかなとっても素晴らしい天気です。空は残念ながらこんな感じで、もうどうしようもない空なんですけどね、もうトランプさん頑張ってくださいというところですけどね。こちらがですね、自分の家からちょっと上がったところね、ここも自分の土地なんですけども、そうですね、40m、50m、40m あるかな、ちょうど正方形くらいのですね、木が伐採された後の平坦な土地なんですけども、ここはもともとはね奈良とかねブナとか生えていたようなんですけど、伐採した後なので、ここもねいろいろとこれから考えてね、いろいろ有効活用したいと思います。なんか素敵な場所ですよね。でこれからもうちょっと登ってきますけれども、この西側のね斜面があるんですけど、こちらはねこの辺りから先の方は別の方の持ち主なので、ちょっと勝手に自分が切ったりできませんのでね、ただ倒木とか枯れ木とかね、そういうのはいただきながらですね、薪にしたりとかしてるんですけども、この西側はちょっとよその方の林なんですけども、こちら自分の、林なんですけど、この平坦地を抜けた後ね、この後この素敵なですね、素敵ななんというんですかね、これは奈良の林なんでしょうかね。まあ関東地方でいうとよくね、その雑木林になんていうんですか、そのどんぐりの木がいっぱい植えてあってね、雑木林があるんですけど、こちらは福島県の方はね、もちろんそういう小奈良みたいのもあるんですけど、小奈良とは別にね、そのいわゆる奈良とかね、そういう木がいっぱい、これは多分植林だと思うんですけども、でも素敵な林が広がっております。でこちらはね、これはもみの木なんですよ、らしいんですよ。だからクリスマスツリーのね、もみの木がね、勝手にというか、その自然に生えてきてるんでね、やっぱりこういうのは大事にしてね、育てていきたいなと思っております。ちょっとね、もうちょっと登ってみましょうか。はい、これも全部ね、一応私の法律的には所有するね、私の土地ということなんですけども、こちらももみの木ですね、少し育っておりますけどね、1本別の右の方にですね、これは枯れちゃったのかな、立ち木が入ってるんですけども、うまく管理しながらね、もみの木育てていきたいと思っております。はい、でこの辺はね、熊笹が自生してるんですけども、決してね、そのなんていうんですかね、いわゆるその千葉県とかね、関東地方のその林がね、野ばらしになって、その笹がね密生しちゃって群生しちゃってるっていう状況があると思うんですけども、それとは違いましてね、この辺はね、熊笹自生してますけども、決してそのなんていうんですか、その荒れ放題ということはなくてね、これはこれでちゃんとうまく調和が保たれているような感じがしますので、まあ一応このままね見てみようかなと思っております。でだんだんとね、必要があれば少し笹を買ったりとかしようかなと思ってるんですけどもね、ここまで今ここでね、ここまで登ってきましてですね、そうですね、自分の家から100何メーターかな、100メーター以上ありますね。100数十メーター登ってきましてね、ずっと南側斜面なんですけど、登ってきまして、ここでね一旦その整地したというかね、土をですね一旦そのなんていうかな、整地した跡があります。ここに赤い杭が打ってあると見えるかなと思うんですけど、ここまでがね一応私の法律的に所有する土地なんですけども、まあそれはそれとしてですね、これらの土地をですね、ありがたいことにですね、なんですかね、管理しながら、それからそこのね恵みをいただきながらですね、こんな素晴らしい林をですね、自由に使えるというのはね、本当にありがたいというか嬉しいというかね、以前では考えられないねことだと思っております。降りていきましょうか。で私のこの場所ね、この住んでる場所は福島県の双葉郡葛尾村というところでですね、まあ簡単に言うと、郡山からね東側の阿武隈山地の本当に真っ最中ということですね。まあ大変簡単に言えば僻地です。僻地でその過疎地でありまして、それから海の方でね、海岸沿いの方で原発の問題がありましたので、その影響も少なからずありましてですね、まあ、その影響もありまして、実際の放射能の影響というのは、要所要所にですね、その計測地点があるんですけども、ひょっとしたらね、多少影響はあるのかもしれませんけれども、で、それでもですね、このような素晴らしい自然がですね、あるというのは、なんていうかな、自分としてはね、しかもそこにたまたまですけどもね、自分が住むことになりまして、こうやって、好きなようにですね、自分の思った通りにですね、どこでも好きなように演奏したり練習したり、草を刈ったり、木を切ったりとかね、薪を取ったりとか、なんていうかね、他の人に文句を言われずにですね、自分の好きなように、なんですかね、使わせてもらえるというのは、本当に素晴らしい、ありがたいことだなと思ってるんですよ。日が少し傾きましたね。こちら西側の方なんですけど、山の方にですね、日がだん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 下ってきまして、これ今日は大変暖かかったんですけどね、これから夜はまた冷え込んでですね、マイナスになると思うんですけども、それでもだいぶ春のね、その日差しが来ておりましてですね、もう春はすぐ目の前ということで、この冬ね、1年、この冬、12月から、11月、12月からね、この場所に来たんですけども、寒さもね、さすがに厳しくてですね、侮れない寒さでですね、以前私は東ヨーロッパのルーマニアの方に行きましてね、ルーマニアの方でしばらく暮らしていたことありまして、そこでもね、マイナスの20度、30度ってことはあったんで、その寒さっていうのは、一応経験してるんですよね。この福島県でそれほどの寒さがあるとは思わなかったんですけどね、それでも、一番寒い時はね、マイナスの14度とかね、15度とか、その辺まで下がりましたのでね、なかなか厳しかったんですけど、でももう今日は2月の、今日は12日でね、もう春間目の前ということで、一冬、越すことができましてですね、大体分かりました。で、自信もつきましたしね、ここでやっていけるという自信もつきましてですね、まだ一見残ってますけどね、その春がもう目の前ということで、なんか心もですね、気持ちもですね、なんかその、ちょっとウキウキしたというか、もう春が目の前という気持ちがしております。はい、じゃあまたちょっと坂を降りてですね、今日歩いたところは全部ね、私の土地で、平米で言うとね、5000平米あるんですよ。5000平米ってことは、坪数で言うと1600坪くらいかな。なかなかね、管理しきれない広さでもあるんですけど、全部ね、でも人工的に管理しようと思っておりませんでですね、まあ、できるだけ自然のもので、まあ、必要最小限ね、その、手を加えて、まあ、そこそこ管理してるという、そんな状態でやっていこうかなと思っております。はい。ということでね、今日は、なんか自分の、うちのね、住んでるとこの紹介という形になりましたけども、空はね、今日ひどい状態で煙とりを巻かれております。そうですね、あともう一個ちょっとこれ見えるかな。ここにね、これ松の木だと思うんですけどね、松ぼっくりがいっぱい落ちてですね、それが自生して自然に生えてくるんですよ。で、ここもそうなんですけども、ちっちゃい、あります。こちらね、こちらも、この松はですね、これは、自然に生えてきちゃってるんですよ。で、基本的には、自然に生えてきたものはできるだけね、生かしたいと思っておるんですけども、このうちの北側に全部こんな松がね、何本も何本も伸びてしまったら、これはこれで、ちょっと困ったことになると思うんで、これから様子を見てですね、まあ、できるだけ自然の状況、自然の、その、ものを生かしたいと思うんですけども、まあ、必要があればですね、松も何本かに間引かなければいけないかなと思っております。それからこの我が家なんですけども、ちょっとね、こうやって見ると、なんかパッとしないかもしれませんけど、これからね、屋根を色をね、ペンキ塗り替えようと思っております。で、自分の考えとしてはね、この福島県の方で結構ね、赤い屋根が結構綺麗なんでね、こちらも赤い屋根に塗り替えようかな。で、壁の方は、その、白っぽいね、赤と白のコントラスト、とても綺麗なのでね、そんな感じで塗り替えようかなと計画しております。はい、そんなとこです。今日はとても穏やかなね、素晴らしい一日でした。寝坊しましたけどもね、ゆっくり、薪を切ったり、それから練習したりね、とてもいい一日でした。はい、薪を切りました。これだけ薪があればね、今日明日の分は十分ですね。これは庭です。はあ、素晴らしいね。ああ、空はどうしようもないね。地上は素晴らしいんだけど、空はどうしようもないですね。もう巻かれちゃって。あらあらって感じですね。日はもうすぐ暮れます。これから冷え込んでくると思うんですけどもね。素晴らしい一日でした。こちらは、耐火レンガでですね、なんていうんですか、かまどを作ったんですね。冬の間寒かったんで使ってなかったんですけどね、これからだんだん暖かくなってくるんでね、このかまどを使って料理をいっぱい作ろうかなと思っております。そうですね、今ね、世の中はとても厳しい状況でですね、生きていくのも大変な人がたくさんいると思うんですけども、私の場合はありがたいことにね、この桂尾花のね、家と土地とをね、大変安く手に入れることができましてですね、こうやって基本的な衣食住は、まあ安心というかね、困らないというか、衣食住はなんとかやっていけるという状況を得ることができたんですよ。なので、もしね、そのような状況で、これからどうしようかなと思ってる方はね、やっぱり日本っていうのは素晴らしい土地でね、地方に行けば素晴らしい土地がたくさんありましてね、空いてる土地もありますから、ちょっとインターネットで調べてみればね、空き家バンクとか調べてみると、とても素晴らしいのにね、人がいないというところはたくさんありますからね、そういったところを見つけていただいて、基本的な生活をちゃんと確保してね、でその上でクリエイティブなことをね、いっぱいしてもらえるような、そういった形にするとね、これからの世の中、なんていうかな、ちゃんと十分にね、やっていけるんじゃないかなという気持ちがしております。なので、結論というのは特にありませんけども、自分の場合はね、こうやって、衣食住のね、基本的に安心安全な生活をね、得ることができましたということで、今日の2月12日のね、お知らせ、桂尾花レポートを終わりにしたいと思います。では、長い間ありがとうございました。では、さよなら、ごきげんよう。